中川大志が発売中の週刊ザテレビジョン26分の4号の連載 Be Ambitious で出演するドラマ溶け狂いシーズンに TBS ほかについて語った。中川が演じているのは主人公蛇食い夢子、浜辺美波と敵対する生徒会役員豆エクタ楓、マニューダ楓、今作では夢子との直接対決も描かれるとあって、シーズン1の時は生徒会室にこもってかつ2日間の撮影だったので、皆さんがすごく楽しそうに芝居しているのをいいなと思いながら見ていて、不完全燃焼感もあったんですけど、シーズン2ではシャバに出て小戦いに加われる子とになりましたと喜びを語る。同作といえば学園を舞台にしながら莫大な金額のギャンブルに身を投じる生徒たちの振り切ったキャラクターも話題。いよいよ本格参戦する中川は、その場に立った新競技ギャンブルで生徒の階級を決めるのもかける額も現実離れしている。だから今晩は非現実の世界をどれだけ自分が信じ込めるかだなと思っていました。実際セットに立っていたい人で向き合うとヒリヒリした感じがあって、ギャンブルであり共演者との芝居対決でもありという状況にいい緊張感を持ちつつ楽しんで演じることができましたと明かした。見どころはみんなの前で豆エクタが表面上の思いを話すシーンと周りの動きが止まって自分だけが動く世界で隠している本心を独り語りするシーンの演じ分け、撮影を振り返ってその2つの感情のギャップリズムやテンポの変化を見せるのは難しかったですね。一シーン演じるごとにかなりの集中力が必要なので、カロリーを相当消費しました。ショーと笑顔を見せていた。